今日の県内は大気の状態が非常に不安定になっており、夜の初め頃にかけ激しい突風や落雷などに注意が必要です。東北地方の上空では暖かく湿った空気が流れ込んで、大気の状態が非常に不安定になっています。このため気象台では今夜の初め頃にかけて、竜巻などの激しい突風、落雷、急な強い雨、雹に注意するよう呼びかけています。また午前中から気温が上がっていて、午前11時の最高気温は仙台 27.8 度、古川 27.4 度などとなっています。予想最高気温は仙台で32度など、この後も県内では気温が上がる見込みで、熱中症への注意が必要です。